こんばんは、アレルヤ、アメン。こんばんは。こんばんは。アレルヤ。はい、こんばんは。こんばんは。またツイキャスの方が動きいかない。ツイキャスが動きいかない。皆さんお元気でしょうか。3月29日、火曜日の夜の電動放送です。いよいよあと3日ですね。3日で4月ですが、明日明後日で3月終わりです。キューちゃんの配信を見ると心が安らかになります。アメン。あのエイプリルフールっていう言葉がありますけど、皆さんぜひあの、エイプリルフールはですね、あの間違っていますね、間違っています。エイプリルフールでも嘘をついてはいけません。エイプリルフールでですね、嘘をつかないようにしましょう。お久しぶりです。イエス様の愛を受けに来ました。アメン。なかなかいつもあれですね。あ、すみました。あ、なかなか難しい。はい、食事しながらこの放送を見てます。いいですよ。今夜もイエス様の愛を学びに来ました。そうです、信仰というのは愛を学ぶことです。神の愛を学ぶことです。神は愛です。ですから私たちは神を学ぶことでもあるんです。イエス様がいればもう怖くないと思った。まさにそうです。イエス様がいればもう怖くない。イエス様がいればもう怖くない。またちょっとおかしくなってる。イエス様がいればもう怖くない、ね、イエス様がいればもう怖くない。それが信仰です。イエス様がいればもう怖くない。あらゆる恐れ、あらゆる不安から解放されることなんです。あ、これちょっとスマホが何かなっておりまして、エイジさんこんばんは。信仰というのは、信仰というのはあらゆる恐れ、あらゆる不安から解放されることです。神様に対する恐れというのはですね、あの畏敬の方の恐れですね。畏敬という字の意という字ですね。恐れる、神を恐れる、それはあの信仰的な恐れということですね。信仰的な恐れです。イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって神の力を受けます。神の力、あ、フリップさんその字ですね。畏敬の念の畏敬、畏という字が恐れるという字です。僕不安でいっぱいなんですけど、どうしたらいいですか。イエスキリストを信じてください。不安が飛んでいきます。不安が飛んでいきます。イエスキリストを信じることによって恐れや不安が飛んでいきます。先日この放送を見て今日見ることに決意いたしました。皆さんが信仰によって強くなっていると信じます。人間にはいろんな弱さがあります。しかしその信仰によってその弱さがなくなり、あらゆることに強くなります。
イエス様を信じればお世話なくなります。アメン。すいません、ちょっと携帯が鳴りました。イエス様を信じればお世話はなくなります。声を聞いているだけでなんとなく心が温かくなります。天国銀行の預金を増やしたいです。強い人間になります。イエス様を信じた時から勝ち組です。キュちゃんの放送を見るようになってからイエス様を信じる力が強くなりました。恐れ不安が山に飛んでいきました。イエス様の愛をキュちゃんから感じられます。ありがとうございます。ツイッターでこの放送を拡散していますよ。ありがとうございます。どんどん拡散してください。どんどん拡散してください。それが皆さんのできる伝道です。皆さんのできる伝道です。天国に貯金マックスになります。イスラム教の脅威をキリスト教で救えますか？もちろんです。もちろん人を許せる人間になりたいです。なれます。なれます。人を許せる人間になれます。キューちゃんのお話はすごく心に響きます。ありがとうございます。キューちゃんの放送に励まされてます。アメン、アメン。あなたのような牧師になりたいのですが、どうすればいいんでしょうか。熱心に学んでください。熱心に学ぶのです。ニコ生でこんなに居心地の良い放送はここだけです。神様がおられるところ、そこは、オアシスです。神様がおられるところ、そこには神の愛があります。神の愛があるところに私たちの自由と喜びがあります。私たちは、この世で傷ついて、この世で居場所がなく、この世で虚しく生きていました。しかし、私たちは神の愛を知って、神の愛を知って、虚しい人生から、希望と喜びのある人生に変わりました。今日のタイトルはこの世は無常ではないというタイトルなんですけど、無常というのは仏教用語なんですけれども、2つ意味がありまして、1つはですね、物事がこう変化して永遠とか絶対というものがないというような意味ですね。無常というのは何か物事がこう変わっていく、ね、その結果もう1個の意味は虚しいという意味ですね。虚しい、物事がこう変わっていってしまうから、何も残らないから虚しいという、そういう意味です。それは仏教用語なんですけど、実は聖書にもですね、ソロモンがですね、空の空、伝道者の書の一章にですね、空の空という言葉を言って、その、何でしょうかね、この世は虚しいということを言っています。その表面上はですね、表面上っていうのはこの世っていうのは、ね、また人生っていうものはもういろいろ変化してね、人間も死んだり生きたり、ね、もう物事がどんどん変化してって、
この世っていうのは同じじゃないですね。変わっています。そういう意味では、確かに無常に見えます。何者もどんどんです。無常あります。しかしですね、それは表面的な問題ですよね。人間の、この世的なものと言いましょうか。この世的なもの、人間的なものは、ですね、その、それしかは、そのこと変わらないものがある。信仰と変わらない。というふうに言います。はい。ちょっとなんか、プチプチしてるようですね。トマト気味ですね、トマト気味なんですが、ちょっと原因が分かりません。はい、はい、と不明なんですけど、はい、これも落としてもいいのかな。はい、ちょっとですね、もう一つ落としてもいいかもしれません。はい、ちょっと待ってください。です。なんかしたんです。したんです。はい。皆さん、ですね。なのもこのですね、確かなものが多くの人はそう考えていると思います。多くの信仰のない人たちはですね、もうこの世を配信ビットレートを落とすことができますか。ああ、少し今。変えましたのでちょっと良くなってくると思います。はい、多くの人はですね、人生が虚しく感じています。それはですね、結局ですね、キリスト教的に言えば罪の世界は、罪の世界は無常だとも言えるかもしれません。いいですか。罪の世界が無常である。だから多くの人たちは罪の世界にいるから、ね、罪の世界にいるから無常に感じるんです。だから仏教というのは、仏教というのはその罪の世界の部分しか知らない。罪の世界の部分しか知らないので、そういう意味で、無常に感じているのではないでしょうか。だから刹那的な生き方しか選べないんです。人間の一生は短いですから、それこそ全力で生きるのです。無常はこの世の属性ですね。しかしクリスチャンはその先の世界を知っています。そうなんです。皆さん、イエス様を信仰して本当に良かったです。アメン。皆さん、罪の世界は無常です。罪の世界は無常です。つまりそこには、ね、物事が表面的に物事がどん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 変化して、そして何か残るものがない。残るものがない。皆さん、欲望もそうですよね。欲望っていうのもどん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 変化する。変化するけど何も残らない。
欲を求めても何も残らない。罪の世界っていうのは無常なんです。罪の世界は無常です。私たちもその虚しさを知っています。人生の虚しさ、この世の虚しさ、欲望の虚しさを知っています。誰でも知ってるんじゃないでしょうか。誰でもその刹那的な、ね、そのむさぼりが無常であるということ、むさぼりが虚しいということは誰でもわかるんじゃないでしょうか。それはこの世だけを見ればそうなんだ。この世だけを見れば罪の世界だから、そこには虚しさかしかないのです。そうです、偶像崇拝がまさに無常だということですね。偶像崇拝そのものがまさに無常です。私たちは永遠に変わらない神様、永遠に変わらない神様を知ったのです。その、神様を知ることによって、神様を知ることによって無常が無常じゃなくなってきます。無常の人生が意味のある人生、価値のある人生、永遠に変わらないものがあるんだ。神様ご自身が永遠に変わりません。神様ご自身が永遠に変わりませんから、そして私たちもその永遠に変わらない方によって、私たちも永遠に変わらない、その神の子としてのアイデンティティと、永遠に変わらない信仰と希望と愛を持つことができるようになったんです。意味のない人生から意味のある人生に変わった、無常の人生から無常じゃない人生に変わった、これが信仰です。これが信仰です。これが信仰です。アメン、アメン。日本人はですね、仏教の感覚をちょっとね、なんとなくわかるので、その仏教からキリスト教を説明するとわかりやすいかもしれませんね。仏教とキリスト教を比較すると、日本人には意外とこの理解しやすいかもしれません。一つのポイントはですね、仏教というのは、仏教、まあ、ここはゼロとしますね。ここゼロラインね。で、こっちがプラスで、こっちがマイナスとします。ね。で、このマイナスが、まあ、無常の世界です。無常の世界。ね。で、仏教は、この世の苦しみをなくすために、マイナスをこうゼロにするみたいな感じ。この苦しみ、悲しみをこうゼロにするような、そういう、この、考え方っていうか、そういうことを努力するような考え方なんですね。ところがキリスト教っていうのはそうじゃなくて、キリスト教っていうのはこれをゼロにするだけじゃなくて、さらにプラスになる、ね、例えばですね、罪を許す、ね、罪を許すっていうのはなんかゼロになる感じでしょ、罪を許す。ところが罪を許すだけじゃなくて永遠の命を与えるとかね、神の子にするとか、このプラスの部分がキリスト教にはあるんです。だから仏教はゼロまでという感じ、マイナスからゼロになるような。でも実際はですね、仏教で罪はなくなりません、仏教で罪がなくなりませんから、ゼロにならないんです。ゼロになるようないうに、まあ、ゼロになるふりをするみたいなね、要するに煩悩をなくすような、亡くなったふりをするような、そういう感じです。
だけどクリスチャンの場合は本当に罪が許されて本当にマイナスがゼロになるんです。マイナスがゼロになる。そして今度はゼロになるだけじゃなくてプラスが、ね、このプラスがまさに無常ではないんです。このマイナスが無常みたいな感じですね。このプラスはですね残るんです。永遠に残る世界。はい、皆さん、兄弟姉妹の皆さん、私たちは確かなもの、永遠に残るもの、永遠に評価されるもの、信仰と希望と愛、信仰と希望と愛をですね、その持つことができるんです。変わらないもの、永遠に変わらないもの、永遠に変わらないものをですね、まあ天の宝を蓄えるようになったと言ったらいいでしょうか。天の宝を、蓄えるようになりました。ですから私たちの人生は虚しい人生ではないのです。私たちの人生はイエス様と共にいる人生であり、私たちは生きる意味があり、私たちは天に宝を蓄えることができ、私たちの信仰の行いが、大いなる報いとなって天の宝となって、イエス様が行いに応じて携えてきてくださる。兄弟姉妹の皆さん、私たちはですね、私たちのロークは、無駄にはなりません。私たちの、ロークね、信仰のロークは報いがあります。報いがあります。皆さん喜びましょう。決して虚しい人生ではなく、虚しいロークに終わらないのです。しかし信仰がなければ、信仰がなければそのすべてのロークが、報われないと言いましょうか。すべてのロークが報われないまま、そのロークが無駄になってしまう。すべてのロークが無駄になってしまう。そこに無常さがあるわけですね。無常というのは虚しいということで、苦労しても苦労しても苦労しても、それが何の意味もない。頑張っても頑張っても頑張っても何も残らない、それが罪の世界です。聖書にもそう書いてあります。聖書にもですね、神様はアダムにですね、頑張っても頑張っても実を結ばないと言われましたね。汗水流してもその、報いが少ないと書いてあります。信仰のロークは必ず報われます。アメン。フィリップさん、信仰のロック、皆さんぜひ皆さんの人生が虚しい人生ではなく、意味のある人生、無常の人生ではなく、生きがいのある人生、価値のある人生、楽しい人生、送れるんです。送れるんです。送れるんです。ぜひ皆さん、そういう人生を送ってほしいと思います。ではちょっと今日早いですけど、ちょっと角笛いきましょうね。何角笛がいいでしょうかね。人生意味がある角笛、人生に無常ではない、本当に、素晴らしい、素晴らしい意味のある人生、その信仰によってロークが報われる角笛、信仰によって皆さんのロークがその報われる角笛、
なかなか大きいのは難しいですね。なかなか難しくてですね、なかなかこうもうちょっと時間くださいね、もう少し時間ください。だん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 慣れていくんじゃないかなと思います。はい、それではですね、ちょっと早いですけど、明石タイム行きましょう。明石タイムですね。イエス様を信じて、イエス様を信じて、人生が虚しくなくなった、人生が無常じゃなくなった、色褪せていた人生が、色づいてきた、意味のない人生が、意味が出てきた証、意味が楽しくなってきた証、やりがいが出てきた証、スタート。スタート。この放送で主を知り、偶像崇拝と決別しました。どこまで歩いてみても涙で明日が見えませんでしたが、この放送に救われました。キューちゃんの角笛が日に日に面白くなってる。終わった人生からハレルヤ人生になってきた。親戚の葬式参加を拒否しました。よくやったと言えるその時まで信仰生活成し遂げます。愛に導かれアトピーから完治しました。72番は虚しくなるだけでやめました。イエス様のおかげで腰痛が治りました。仏教は意味がないと分かった。日本は無常な国。はい、レイチェルさん、こんばんは。イエス様のおかげで生きて信じる力はすごい。生きています。生きることはイエス様を信じること、人生です。イエス様のおかげで危険ドラッグやめれました。偏頭痛が不思議とこの放送の間は静まります。この放送で人を裁く愚かさを学べました。ああ無常からプラス思考になりました。もっともっと信仰が広がれば世界は平和なのです。イエス様のおかげで薬物中毒から抜け出せました。中絶の覚悟が消えました。イエス様がいなければ私は生きる意味がないです。イエス様を知って人生を取り戻すことができました。イエス様を知ってから生まれ変わりました。
キューちゃん、学び、証、集える場所をありがとう。この放送だけは無常じゃないと分かった。自力で生きようとするのをやめて祈る時間を増やしたら、虚しく苦しくなくなり楽しい時が増えた。アメン。本当の愛はどんなものか知りました。日本人が早く罪に気づいて悔い改めますように。イエス様だけが解放できる、気づきました。イエス様だけが解放できる、気づきました。パロさん、こんばんは。イエス様を信じます。イエス様を信じます。愛ある限り戦います。社会の底辺でもいいんだと安心できました。真実はいつも一つ。聖書を読んで気づいた。この世界がイエス様の愛で満たされるように祈っています。イエス様の信仰を絶対にやめたくないです。絶対にやめてはいけません。絶対にやめてはいけません。救われるべきです。皆さん一人一人は救われるべきです。天国に行くべきです。天国に行くべきです。地獄に行ってはいけません。地獄に行ってはいけません。永遠の暗黒、永遠の拷問、永遠の苦しみです。決して地獄に行ってはいけません。天国に行きましょう。今天国に行けるのです。今イエスキリストを信じて天国に行けるのです。イエス様の愛は無限で不変なのです。信じる心、いつまでも、それが私の座右の銘になりました。この夢を、この放送を見るようになって、夢にイエス様が出てきます。信じる力は無限大。日本が隣国を愛せるようになるように。イエス様、私は何度も何度も叫びます。この放送、毎日の伝道放送に愛を感じました。号泣しながらこの放送を見ています。十字架ですね。神様ありがとう。私のような人間のために、私のような人間のために死んでくださって、神様ありがとうございます。神様のお話が聞けるこの放送が大好きです。イエス様万歳。イエス様万歳。
目が見えなくなっても放送してほしいです。神様のいない人生は虚しいと思った。イエス様を信じたらセロリ食べれました。でもパセリは食べれません。イエス様がおられるから人と話すことが怖くなくなりました。私はキューちゃんの言うことが理解できて幸せ者だと思いました。私は悔い改めます。私は悔い改めます。上司に怒鳴られてばかりですが、信仰的立ち位置は私の方がグレート。アメン、アメン。上司を許してあげてください。上司を許しましょう。ニートでもイエス様がいれば人生安泰です。どうしたらシモンさんのような油注ぎを受け取れますか。熱心になるのです。信仰に熱心になるのです。植え替わるのです。求めるのです。全身全霊で求めるのです。以前は世の中は見た目が全てだったけど、今愛が全て。今こそ祈るよ。悪霊に監禁された毎日から自由になれました。そうです、そうです。多くの人はもう拘束されています。もう束縛されています。多くの人はですね、もう何か人質みたいなものですね。シモさんの動画を見てから出勤します。アメン、アメン。野に咲く、野に咲く花のように人を爽やかにしたい。今からでも少しずつ原稿を書いていきましょう。ですね、バルナバさんという方がですね、旧牧師、語録を書いてくれました。アマゾンでですね、旧牧師とググってください。アマゾンで旧牧師とググると、そのバルナバさんが書いた本が出てくると思います。イエス様の御言葉で霊的戦いに勝利します。 Kindle で買いました。ブラック企業に縛られている人が解放されますように。家族が一番大事だと思っていたけど、神様が一番大事だ。私も今日泣きまくりました。伝道部屋で最近涙が出ます。Q を見ていると、そんなふうに僕たちも生きていけたら素晴らしい。生きていけますよ、もちろん。生きていけます。皆さん、私でも信仰で歩めて、喜んで生きています。無常じゃなくて、無常じゃなくて、もう喜んで生きていけるんです。皆さんもできるんです。皆さんもできます。たくさんの、世界中でたくさんの人が喜んで、クリスチャンが喜んで生きているんです。たくさんのクリスチャンが喜びで生きているんですから、皆さんもできるんです。皆さんもできるんです。喜びの人生、希望に満ちた人生、
できますできますできます。キューちゃんの放送を毎日見ることが生きがいとなっています。時には辛い人生もトンネル抜ければ天国だ。変わらない神様の愛の中にもっと根ざしていたいです。そうです。いやお金いりません。女性もいりません。愛と勇気だけが友達です。そうです。聖書の中ですね、神の愛に根ざしなさいと書いてあります。神の愛に根ざしなさい。キューちゃんのスカイプ見つかりませんでした。私のスカイプはですね、これですね、私のスカイプ。キューちゃん、本当に人生って素敵なもんですね。アメン。イエス様がいてこそ、イエス様を信じるからこそ、イエス様がそばにいるからこそ、人生は素晴らしいのです。イエス様がおられるから人生は素晴らしいんです。皆さんは若いですから、若いですからなおさらです。なおさら 私以上に素晴らしい人生を送れます。変わらない神様の愛の中にもっと根ざしていきたい。あ、さっき読んだんですね、これね。外見ではなく神様が見る心をきれいにしたいです。そうです。私たちは心を飾りなさいと書かれています。神様は外見じゃないんです。神様は心を見ています。私たちは神様に向かって生きるべきです。いくら外見というのは人に見せる、自分を見せるときは外見です。でも神様に自分を見せるとき、それは心なんですね。神様は外見は見ません。神様は心を見るんです。心を見るんです。ですから私たちは自分の心に気を留めます。自分の心を守ります。私たちがどういう思いをしているか、ちょっと皆さん、皆さんの心がどんな心か、はい、皆さんちょっと書いてください。今皆さんの心はどんな心ですか。皆さんの心はどんな心でしょうか。どんな心でしょうか。悪い心です。どんな心ですか。清い、嘘つき、虚しい、汚い、疑い、お金が欲しい、怒り、辛い。はい、皆さん、私たちの心を清めてくれるのが信仰です。信仰に燃えてます。アメン。私たちの神様に、見せられない心、神様に見せられないその悪い心が、サラさん楽しい、神様が清めてくれて良い心にしてくれるんです。自分の力で心を清くすることはできません。自分の力でですね、私たちは良い心にすることできないんです。私たち悔い改めるというのはですね、皆さん、私の心は悪い心だ、汚い心だと、それを正直に認めることが悔い改めです。
自分の心の汚さをですね、認めること、それが悔い改めです。そうするとイエス様が清めてくれるんです。そしてイエス様が喜ぶんです。イエス様をおっしゃいました、ね、その内側を清めなさい、内側を清めなさいとイエス様がおっしゃいました。私たちは自分の心に責任があるんですね。自分の心に責任があります、神様が、その喜ぶような心、神様が喜ぶような心を整えましょう、部屋をきれいにするのはいいですね。部屋を片付けたりきれいにすることはいいことですけど、心を片付ける、心をきれいにする、これが信仰なんです。信仰というのはね、こういらないものを捨てる、ね、偶像を捨てる、悪い心を捨てる、ね、心の掃除、心の整頓、まあ、それが信仰と言ってもいいでしょう。皆さん、私たちの心を整えましょう。イエス様が清めてくれます。精霊で燃えて、信仰で燃えると心が清くなります。信仰によって心が清くなります。信仰によって心が清くなります。はい、私たちは、その無常の世界で生きていました。その無常の世界というのは罪の世界、神様のいない世界、表面的に物事がどんどん変わっていって、その真実が見えない世界。一体この世界は何なんだ。この世界で、永遠なるものがあるのだろうか、価値があるものがあるのだろうか、信仰を持つまでは見えない、信仰を持つまでは闇の世界、罪の世界、すべてのものが虚しく何も残らない世界、皆さん、そういうふうにですね、私たちは、見えない世界でした、分からない世界でした、しかし今私たちは、虚しい世界から、その意味のある人生、価値のある人生を与えられました。それはその私たちの人生を、意味づけてくれる、意味を与えてくれるお方を知ったからです。意味を与えてくれる方、イエス様を知って、イエス様を知って私たちは変わったんです。色褪せている人生から、色づいてきた、闇の人生が光ってきた、虚しい人生が、虚しさがなくなってきた、失われていた人生が、その人生、本当の人生を、まあ、取り戻すと言ったらいいでしょうか。本当の自分の人生が見えてきた。多くの人は失われた人生、失われた人生でした。失われた心。しかし私たちはその、虚しい心が、虚しい心がイエス様によって清くされ整えられて、本当の人生を、この押すというか、虚しい人生からその生きがいを感じる人生に、この立て直すことができるようになってきました。結果的にはいろいろな悪習慣をやめることができるようになりました。私もさまざまな悪習慣していましたけど、それをやめることができました。
多くの人は分かっていても人生にマイナスのことをやってしまう。悪いと思いつつ悪習慣にはまっていく。罪の奴隷ですから結果的には人生にマイナスのことしかできない。自分の人生を自分の手で壊すような、あの自傷行為っていうのがありますね。あのディスカとかね、あの OD とか自傷行為があります。自傷行為っていうのは自分で自分の体を傷つける、自分で自分の体を、ね、傷つける。あのタトゥーなんかも私は自傷行為じゃないかと思うんですけど、人間は、ね、その罪の奴隷なので自分の人生を、ね、自分で破壊する、自分の人生を破壊する自傷行為。多くの人は、自傷行為で生きている。自分を破壊し、自分の人生を破壊し、自分の人間関係を破壊し、家族を破壊し、自分の将来を破壊し、サタンの奴隷で、その破壊人生、多くの人は破壊人生で生きている。そして人生ボロボロになっていく、人生がボロボロになっていく人生、その中でイエス様と出会いました。イエス様が私たちを解放し、自傷行為から解放し、自分で自分の人生を壊すような破壊的なその呪いから解放し、今度は皆さん、私たちは変えられて、私たちは変えられて、今度は自分の人生をもう一度立て上げる。イエス様の御言葉を土台として、イエス様を土台にして、私たちは今度は破壊してきた人生を今度は立て上げて、建設的になり、その破壊する心がなくなり、今度は立て上げていく、自分の人生を立て上げていく人生になったのです。建設的になったのです。ポジティブになったのです。もう自分の人生を壊すことはやめたんです。自分の体を傷つけることはやめたんです。もう意味のないことをやめたのです。無駄なこと、虚しいこと、愚かなことをやめることができるようになったんです。それはイエス様のおかげなんです。十字架のおかげなんです。十字架のおかげで、イエス様のおかげで、無常な人生から希望のある人生に変わってきたんです。それは私たちだけではありません。誰でもそうなれるんです。誰でもそのようになれます。ですから皆さん、自分の人生を破壊している人がいたらば、それは今日イエス様を信じて、悔い改めて、救われてください。そうすれば人生を破壊しなくて済みます。人生を破壊しないでもう一度人生を立て上げるようになります。イエス様は皆さんを救いに来たんです。皆さんを救いに来ました。破壊人生から、建設人生になりましょう。破壊人生から建設人生、誰でも救われます。誰でもイエス・キリストに会って解放されて心が変わるんです。自暴自棄の心から平安な心、希望に満ちた心に変わります。私もですね、あの自己嫌悪だったんです、昔ね、あの20代の頃自己嫌悪、あ、自分はダメだみたいな、自分を卑下していましたけど、クリスチャンになってから亡くなりました。もう自己嫌悪から癒されたんです。今私はイエス・キリストに会って、そのアイデンティティを持っています。神の子としてのアイデンティティ、イエス様を
イエス様にあるその神の子としてのアイデンティティを持っています。自己嫌悪がなくなりました。皆さんも同じようになれます。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、ああ確かに私の人生は虚しかった、無常だった、もう、虚しくて虚しくて、もう本当に生きる意味がない、何のために生きてるかわからない、もう自暴自棄だった、自暴自棄だった。今日の放送を聞いて、ああ本当に旧牧師の言うことが本当だったらそうなりたい、建設人生になりたい、建設人生になりたい、破壊人生から建設人生になりたい、無常人生から、無常人生から希望人生になりたい、そういう方は素直に素直にアメンと言いましょう。イエス様を信じてクリスチャンになろう、アメンと打ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。この放送で人生楽しくなった、この放送で人生楽しくなった、この放送で人生楽しくなった。天の父様、感謝します。たくさんの人の、心は、ボロボロになっています。多くの人の人生はボロボロになっています。自暴自棄になっています、自暴自棄になっています。死にたい人もたくさんいます。悪霊によって、悪霊によってネガティブにされています。イエス様、彼らを憐れんでください。彼らを憐れんでください。彼らを救ってください。彼らに命を注いでください。生きる希望を与えてください。生きる喜びを与えてください。あなたが喜び、あなたが命、あなたが希望です。イエス様を注いでください。求める者に注いでください。植え替わく者に与えてください。イエス様、アーメンといった人たちが生まれ変わりますように、生まれ変わりますように。信仰によって生まれ変われ、生まれ変わり、信仰によって作り変えられますように。イエス様、どうぞ励ましてください、強めてください。新しい人生、新しい人生、無常な人生ではない、もう希望が満ちる人生、もう満たされた人生、イエスキリストにあって満たされた人生、イエスキリストにあって、イエスキリストにあって恐れがなくなった人生、不安がなくなった人生、楽しくなってきた人生、イエス様に期待し、イエス様が良くしてくださる、イエス様が祝福してくださる、イエス様がいつもそばにいてくださる、イエスキリストを信じる信仰による素晴らしい人生が始まりますように、始まりますように、喜びに満ちますように、希望に満ちますように。永遠の命、永遠の命、永遠のパラダイス、永遠のパラダイス、私たちは与えられた、許された、認められた、その信仰によって生きることができますように。イエスキリストを信じる信仰によって祝福を受けますように、油注ぎを受けますように。主よ、どうぞ救ってください。そして日本を救ってください。日本にリバイバルを与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。皆さん、ありがとうございました。明日の朝はですね、秋代さんと